続いての質問です。ロズウェルの墜落した遺体なのですが、現在どのように保管されているのですか。まさかバイオ技術で量産してやがて戻ってくる同胞と戦わせたりするために使う気でしょうか。教えてくださいという質問です。そうですね、ロズウェルのあの遺体、うん、今はどこにどのような形で、DNA でももういわゆるヒトゲノム等々で、はい、まあ、もうほぼ 100% 全部解読しました。うん、でまあまあどこの辺がどう手術されたかとも全部分かってますし、まあ、はっきり言ってもう秘密がないぐらいもうなってますね。そうですか。あとその遺伝子操作ということで、うん、まあ軍がやる研究に関する限り歯止めがありません。歯止めないんですよ。でアメリカが最終的に例えば 兵士、いわゆる無敵兵士、まあ、これはもう本当にもうターミネーターしかになっていくんですが、はい、要は今アメリカで一番問題になっているのが両親の呵責で、あの兵士がもう精神的にダメになっちゃうケースがすごく多いんですね、はい、でそういう気持ちが起きない兵士は、それも感情がないという感情がない、うん、で24時間起きてる、はい、で殺すことだけで、うん、そういう兵士を今作ろうとしてる、うん、でもっと言うと生体兵器って言いまして、あの機械と生物の愛の子、機械と、はい、生物の愛の子、愛の子。なんか先ほどテレビでそういったあの近々映画が公開されるんでしょうか。ハリウッドで映画化されるってことはもうすでにもうそういうことが成功しているってことです、うん、ハリウッドはアメリカの軍 の、ね、あの発表機関ですから。なるほどですね、でこれね SF の話じゃないんですよ。実はあのコンピューター の回路にも実はあのバクテリア使うっていうのももうすでにアメリカであります。ある一定の電気を流すとある方向へパッパッと向くんですね。これプラスとマイナスになりますから、いや要は機械と生物をこう合体させるというのはもう不可能じゃないんです今技術的には。だこういうのになってきますとまさしくターミネーターなんですね。だから最終戦争になってくるとそういう機械が人を殺す、だいろんな意味でのハルマゲドン、機械 VS 人類もあれば、あの善と悪の戦争もあれば、ええ、あともっと言うと世界統一政府対反世界統一政府軍の戦いもあれば、もっと言うとアメリカの州と州も戦います。ほう